民主党とは、韓国の政党である、新千年民主党が、2005年5月の、透明解消以降に使用していた透明。新千年民主党と同一の政営党。近代中政権時の与党だった新千年民主党は2003年9月に、同党からロープゲン大統領支持グループが脱党して、開かれた売り党を結成したことで、野党に転じた。その後、2004年4月に行われた。 総選挙で惨敗したため弱体化していた党のイメージ改善を図る目的で2005年5月に党名を民主党に改称した。その後2007年6月に売り党からの離党者が結成した中道改革統合新党と統合して中道統合民主党を結成したが2ヶ月足らずで大部分が中道統合民主党を離党して大統合民主新党を結成した。 そのため、8月に党名を中道統合民主党から民主党に戻した。翌2008年2月17日、民主党は、ウリ党議員が中心となって結成した民主新党と統合して、統合民主党を結成した。2003年9月に、新千年民主党からロープゲン大統領支持グループが離党して、ウリ党を結成したことに起因した、給与党権の分裂後、 約4年5ヶ月ぶりに、旧与党権は、再び一つの政党にまとまった。出典、連合ニュースと、朝鮮日報及び、朝鮮韓国近現代史事典を参考して、作成した。アジア経済研究所編、アジア同行年報2006、63ページ、重要日誌韓国2005年より新党と、民主党が、統合民主党を結成、旧与党は二党体制に、 連合ニュース売り党15名と中道統合民主党内の大統合派4名が離党して大統合新党結成準備会に参加。連合ニュース中道統合民主党から統合新党系議員19名が離党。連合ニュース民主党公認の大統領候補、リヒト沈ミ氏に確定。連合ニュース4社会合で民主新党と民主党の統合候補一本化合意。 朝鮮日報新党、民主党統合が決裂民主新党と民主党の統合交渉期限切れ、統合は白紙に、連合ニュース大統合民主新党と民主党が再合流。2008年2月12日付朝鮮日報、統合民主党が正式発足、新政権牽制の役割を遂行。2008年2月17日付連合ニュース。ありがとうございます。